はい、そうですよね、そんなに大きなキャンパスではないと思うミュージシャンも、そう、若い方もいらっしゃるんですかね。音楽業界ではどうなんですか。あんまり会ったことないけど。ああ、そうですか。あ、佐野元春。おー、そうですね。ほほほ、なるほどなるほど、うん、ようこそいらっしゃいましてありがとうございます。こちらこそ。祝でございます。そうなんです、はい、このコーナーはお菓子を食べていただいて、ね、そして素敵な音楽を紹介していただきたいという、そんなコーナー、サウンドパティスリーです。実は、うん、細野さんからリクエストをいただきました、はい、カステラかどら焼きかお饅頭がいいなということだったんですよね。あ、なので今日は大きなどら焼きを用意していました。どうぞ、はい、結構やっぱりそういった甘いものを得意でいらっしゃるんですか。酒飲めないんですね。ああ、じゃあもう甘党の方で。甘党ですけど、そんなに好きってわけじゃないんですけどね。やっぱり和風の方がよろしいでしょうか。あんまりケーキは食べない。ケーキは食べない。あ、今日は大きな、うん、でかいぞ。大きいなこれ。これあの鎌倉五郎本店、ここの私和菓子すごい好きで、今日は黒豆どら焼きと栗のどら焼きを、うん、あ、いい匂いがする。本当ですか、うん、あ、よかった、どら焼きの匂い、はい、うん、東京大丸限定隠し味ということで210円でございました。じゃあこれを食べていただきながら、この大きさですので、はい、お話の途中に、はい、全部食べていただくわけにも参りませんが、うん、今日はですね、うん、映画公開中です、うん、メゾンド卑弥呼。このサウンドトラックは、はい、ストリームでも一押しでご紹介いたしましたけれども、ありがとうございます。もう映画も、もちろんですけども、うん、サウンドトラックがあってこその素晴らしい。いやいや、もう映画は立ち見らしくてすごい評判ですよね、評判ですよね、素晴らしいですね、今日はぜひこのメゾンド卑弥呼の話もたっぷり聞きたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、こちらこそ。サウンドパティスリー、この番組はお漬物の心身キューピー、日東紅茶の三井農林、角屋製油、釜飯の丸宮、まるちゃんの東洋水産の提供でお送りします。ラジオストリームサウンドパティスリー、今日は細野晴臣さんとどら焼きをつまみながら、そんなひととき贅沢でございます。あんまイメージ合わないんですよね、細野晴臣さんでどら焼きっていう、うん、なんかもうちょっと、もうちょっとなんかちょっとアジアな感じとか、いろいろ。アジアじゃないですか、どら焼きは。そうですよね、和風な感じとあんまりちょっと感じがちょっとね。ココナッツなんとかとかね。そういうのも好きですけど、好きですか。タピオカなんとかとか、タピオカとか黒タピオカとかね、うん、なんかその感じもします。あの、今日ちょっといろいろと初めてねお迎えするので聞きたいことがまさかあるんですが、はい、なんなりと、こう70年代の半ばに狭山にあったアメリカ村、うん、埼玉県の、うん、あの狭山、入間川のそばの狭山市、はい、お茶のとこですよね、はいはい、あそこにね基地の名残のベングハウスの、まあなんて言うんだろう、とってもなんかまあ安い家があったんですよ、はあ、家が、で米軍が半分ぐらい引き上げる時に家が空いたんで、貸し出しが始まったわけですよ。ああ、そんな時あった。なるほど、でそれがね、最初は1万8000円とか、はあ、あ、家一軒ですか。そうです、ね、値上がりして2万3000円ぐらいになったんですけど、70年代ですからね。そうだから僕は若造でしたからね、その20代の、あ、20代の住めるわということで、まあ、住んだんですけど、結構カントリーですから、はい、特に変な場所なんですよ、こう湿地帯になんかできちゃったみたいな。湿地帯、はいはい、そう姫っぽいところなんですけど、なんかこう囲まれてて、ちょっとしたコミュニティみたいになってて、うん、ああ、そうなんですか。要するに僕たちはドロップアウトしてるから、学生運動とかソッパも行って、長髪でひげ生やして、いわゆるじゃあノンポリと言っていいんですか。自分たちはヒッピーって言ってました。ヘルメットかぶったもんじゃない、ヒッピーのね。だから分かれるんですよね。そうです、ヘルメットかぶってなんか覚悟を持った人とで、今いろんな評論家やってるような人たくさんいるじゃないですか、うん、とか、はい、あとヒッピーの方にこう言ってね、音楽なんかやる人とかね、僕らの世代はそれちょっと下だから、両方にもなんか遅れてネット感があるみたいな感じなんですけど、うんうん、そのアメリカ村で先月にイベントがあった。そうなんです、もうこれ、うん、あったばっかりだということで行かれたんですね。9月の4日だったかな、うん、どういうイベントで どんな方だったんですか。大雨のイベントでした。大雨ですか。大雨、アメリカ村だから。ちょうどね、あの関東は全域が豪雨に見舞われた日ですよ、はい、ものすごい雨の中で、2日
通だったら中止ですけど野外ですから、うん、で狭山の駅稲荷山公園という駅の真ん前に、ハイドパーク俗称ですけどハイドパークというのがあって、それもなんか分かる。本当は稲荷山公園って稲荷山公園、まあ、米軍の将校たちが住んでたようなとてもなんか小綺麗な、未だに綺麗なんですよ。で誰も何も使わないところでそこを初めてそういうコンサートやって、まあ狭山にゆかりのある人たちが集まって、まあそういう機運が高まったんですよね。で今ですか今年、はあ、でそれは出ないわけにいかないだろうっていうことで、なんとなくいいよって言ったら、まあ鳥になっちゃった。鳥っていうのは最後の出演になっちゃったわけですよ、はいはい、2日間やって2日目の最後に出たんですけど、すごい大雨で、はい、普通中止になるぐらい、公園ですから水たまりができちゃって、観客の方も大変ですね。大変でした。みんなカッパとか傘とかはね、みんな普通だったら帰ります。だからね、酔っ払いだけ帰りましたね。あ、酔っ払いだけやってらんないよっていうことでね。そう、観客の方だったら、その細野さん世代とか、うん、やっぱり若い人、はい、こんいろんな人がいましたね。面白いですねこれね、世代を、世代超えてなんか来ましたね、はい、細野さんにここでぜひ曲を選んでいただきたいと思うのですが、はい、ニューオーリンズの影響をたくさんやっぱりもう受けてきたって、もうちょうどその関東が豪雨の時はルイジアナが豪雨の後でしたけど、僕も結構その狭山から帰る時に大変だったんですよ、冠水した道路を帰ってきたんで、いかに大変かっていうのは身に染みてますけど、まあルイジアナに比べたらね軽かったんです。ニューオーリンズはもうあれですか、うん、そのいろんな意味で音楽的なそのやっぱり影響を、すごい深い、深い影響を受けてますから、もう心配でしたね。お友達とか知人の方でたくさんいらっしゃるんです。います、連絡どうですか、取られたりなんかしたんですか。最初はねもうどうしようもなかったですね、うん、アメリカにいる友人とまあ連絡取って、はい、でアメリカにいる人でさえわからない、わからない、そういうのないんですよね、何しろもう電信が普通ですから ね、 ねえ、それでとにかく一番世話になったのは山岸淳二っていうギタリストがもうずっとニューオーリンズに住んで、はい、ニューオーリンズのミュージシャンのボスみたいになってるんですよ。ああそうなんですか、はい、なんか頼りがいのあるやつ で、彼の取材を調べたら、放送関係の人が捕まえてくれたんですよ。ほう、その直前に日本にいたんで連絡が取れたんですよ、で無事が分かって、うんうん、後のことは分かんなくてニュースが頼りでしたね。細野さんは何回ぐらいも行ったりしたんですか。ところが1回だけなんですけどね、そうなんですか。そうです。あで僕にとっては夢の町なんで、はあはあ、行くにしろ行かないにしろ大事な町でしたからね。今日はぜひ曲をご紹介いただきたいんですが、うんはい、そんな細野さんから、はい、どなたの。先日はねドクタージョンがテレビでファッツドミノのウォーキングトゥニューオーリンズやってまして、そのファッツドミノっていう人はやっぱり一番ニューオーリンズのスターだった人なんですよ、はい、でまだ健在ですけどニュースで救出されたっていうのがね最初に飛び込んできた人なんです。そのじゃあファッツドミノのウォーキングトゥニューオーリンズっていうヒット曲ぜひ聴いてください。This time I'm walking to New Orleans.
細野晴臣さんに選んでいただきましたファッツドミノのウォーキングトゥーニューオーリンズでした。さてここからはぜひ公開中、本当にたくさんのお客さんが劇場に足を運んでいるぞという映画メゾンド卑弥呼、はい、のお話を聞きたいと思います。これご覧になった方、私もストリームでもういろいろとですね、もうよかったよかったよしか言わないのかって、だったらもうサウンドトラックを買ってくれということでですねご紹介したんですが、細野さんサウンドトラックを手掛けるというのは久しぶりだったそうです。20年ぶりぐらいですよね。あ、そんなに久しぶりで、あんまり頼まれないんですよねそういう機会がたまたまね、なかったのか、久しぶりになりましたが、映画のストーリーを簡単にご紹介しましょう。沙織を演じ柴咲コウさん、それから春彦小田切丈さん、この2人、まあ、若い2人ですけれども、実は柴咲コウさん演じる沙織のお父さんっていうのがゲイなんですね。で、沙織にとってはお母さんも自分も捨てたお父さんゲイであると、まあ卑弥呼、メゾンド卑弥呼、卑弥呼ものことはやっぱりずっと憎んでいると、でもそんなお父さんが、あと命がもう少ししかないっていうところで、まあ、初めて会い、そのメゾンド卑弥呼というゲイの老人ホームで、そこで、まあ、お父さんと出会うわけですよね。じゃあどうなるんだろう。そして小田切丈さん演じる春彦はそんなお父さんの恋人であるという、こういう関係がとても、複雑です。うん、なるほどね。恋愛ストーリーではないですよね。でも愛がある。そうですね、はい。映画音楽っていうのはどういうなんですか。さっきやっぱこの場面この場面って見せられて、こんな感じで作ってくれっていうふうに監督の方からなんかそうお願いみたいなことあるんですか。まあね、犬堂さんの場合はすごくソフトで、とってもなんかやりやすかったんですけど、ということは多分あの人は音楽がかなり好きなんだろうと思うんです。で僕に任せたんで好きにやってくれっていうようなスタンスを最後まで、貫いてくれたんですけど、なんかメインの旋律はソファーでふっと最初にっていう、そうなんです。だからとてもリラックスして僕は作ったんですけど、自由ですから別に何の注文もないんですよ。ああ、そうなんですか。それってかえってやりにくくなんないですか。困る時もまあまあありますけど、今回はすごくそれが良かったです。あ、主人公のテーマとかシーンごとに、こう曲を。そうですね、まずはね、台本を持ってきてみんなでどこに入れるかっていうところから始まるわけです。はい。僕にしてみればなるべく少ない方がいいんですよねそこはいらないんじゃないかとかそういう言い合いをするわけです。なるほど、なるほど。もちろん譲る立場なんですけどね、絶対こう欲しいって言ったらその通りです立場は弱いですから。そういうことはなかったんですか。一箇所ありましたね。ああ、ここはぜひ入れてほしいと。はい、それはお父さんの方の芸のね、田中泯さんが病床に伏せてて、はい、柴咲コウさんと対話するときに、病床ですから声が細いわけですよ。ボソボソ。そこに音楽入れるとセリフが、大事なセリフが聞き取れないっていうところがあるんですね。そこはどうしてもでも音楽がないと、困ると。すごい重いシーンなんで助けてくれっていうのはこんな感じですね、音でね。なるほど。そこちょっと苦労しましたね。難しいですね。セリフ殺してもいけないし、そうそうそう、何もないと。でもた、なんかそうだった。見る時、ね、音楽で、その気持ちだ、重いところに、柴咲コウさん演じる女の子は行くわけですよ、すごく。でもそこで、ドワッと行かないっていうのは、やっぱり音楽の力で、逆の方にこうピピッとこう前髪引っ張られるみたいな感じが、なんかありましたね。そうですよね。どのぐらいかかるもんなんですかね、その、まあ、実際にやり始めて。結構ね、僕は特殊なのかもしれないけど、入り込まないとできないんで、時間忘れちゃうんですよ。だから勝手に自分で時間いっぱい取ってるわけです。普通なら1時間で終わることを1日かけてやったりとかそういうこうムードに自分をこう入れていくというか。そうですね。まあもちろんその客観的なスタンスももちろんキープしつつやるんですけど、それが結構自分では楽しいわけです、そういうことが。僕はね、集中すると抜けられなくなっちゃうんで、本当は集中するのが体力的に辛いんで、なるべくそういうことは下げてきてるんですけど、年ですから。でひとたび入っちゃうと抜けられない。でどうなっちゃうかっていうと、トイレに行くのも忘れちゃうんですよ。
はあ。だからね、なんか自分がなんかそわそわしてもじもじしてるんですよ。あれなんで自分はそわそわしてんだ、正気に戻ると、トイレに来てちょっとトイレ我慢してずっとなんかこう、そうそう、その辺のなんかちょっと、ま、なんかマゾヒスティックな体感みたいな、そこまで行くかとか、まあ子供みたいなもんですよ。子供みたいな。なるほどな。やっぱ夢中で遊んじゃうっていう。夢中で、分かんないんだ。じゃあ本当これ音楽がこう完成して監督との、うん、こう重なった時は、すごいあれですね。まあ、監督が後ろで最初のできたものを聞いてくれて、煮立ってする瞬間があったんで、あ、それで OK だなと安心してね。なるほど。あの今後のご予定をぜひ細野さん、どんな冬が待っているのか。冬は冬眠ですかね。ねえ、本当ですか。その冬に入る前に何回かライブをやります。ただ情報になるかどうかわかんない。どこでやるかも決まってないから。本当ですか。まだ狭山に出たバンドで、狭山と同じような内容で、その70年代の自分の歌をもう一回ちょっとやってみたいなって。ああ、なるほど。多分、11月中にできるか。はあ、はあ、すごいラフな段階なんですね。そのやるけれども、うん、まだすごいラフなコンスライブをやりたいんで、はい、その時になったらお知らせ、そうですね、しましょうか、ね。これあのストリームの音楽ファンの方は、そうそう、詳しく知りたいということになっていくと思うので、あ、じゃあ、はい、なんか決まったらお願いします。お知らせします。期待、楽しみに待ってますので、はい、はい、今日は本当に来ていただきましてありがとうございます。細野晴臣さんでした。ありがとうございました。